グラスフィールド展開構築、ハルムチルケです。本日はですね、昨シーズン結果を残した構築を紹介していきたいと思います。今回紹介する構築なんですけど、昨シーズン最終250位、レート2042を達成したグラスフィールド展開構築になります。まあ、この構築先発ゴリランダーでね、グラスフィールドを展開して、まあ、裏のね、グラススライダーオーガポン、プラスね、このグラスシードオーニューラのね、2体のエースで戦っていく構築になっています。まあ、まずね、この剣舞プラス炎オーガポンのグラススライダーのリーチ、まあ、さらにグラスフィールドもあるのでリーチがかなり長く、で、かつね、このオーニューラがグラスシードで B を上げつつ、かつね、軽技でS を上げてさらに剣舞も積んでいけるということでね、この3体並び非常に強力だったので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが鬼しずくも何かお前ヌメルゴン、海竜鉄の海な羽ばたく神ウーラオスと、どうしますかね。まあ、これしょってゴリランダー裏オーガポンオーユーラでいいんじゃないかな。あんま勝てないやつもいないし、ちょっとそうだね、なんだっけあいつヌメルゴンだけ注意しておけば大丈夫そうなんで、これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。鬼しずくも、まあ、ゴリランダー出してどうしようかな。あ、まあ適当に削ってでいいかな。ネット巻かれる分には、まあ、グラスラールから一応上は取れるはずだし、あ、まあトンボから入っちゃってもいいな。悩むね。トンボから入ってオーガポンも全然あり、まあ、それかオーニューラで剣舞ね、おっしゃった方がいいかな。ここは殴ってこない気がするし、トンボ返りで出すならオーニューラの方だな。まあ、トンボっちゃいましょうか。さあここはトンボ返り、さあ削って、あ、5つ目、はーん、珍しい。お爪か。まあ、飛びかかるとこかな。オニューラ出しちゃいましょう。オニューラ投げて。で、剣舞積んで、まあ、フェイタルでいいんじゃないかな。さあ、グラスシード発動。これで軽技も発動してるから、結構悪くない展開のはず。相手は粘ればネット。はい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 。さすがにネット巻きたいか。あ、オーガポンから入るのもありだったかな。あ、でもすぐ水砲もあるし。うん、まあ、こっちでいいんじゃないかな。ここは剣舞で。さあ、剣舞。さすがにね、B1 段階上昇してるから、まあまあ、耐えてくれるはず。さあ相手は怖い顔、どなたどなた、いい技持ってんだ。なんかここはフェイタルクローで、さあフェイタル、ういオッケーオッケー、さすがの火力。まあ、ここ剣舞と剣舞積んでるんで、鬼しずくもぐらいはしっかりと突破していく。ナイス、よしよし、これはいい展開じゃないでしょうか。まあ、一応 S2 段階下がってるんだけど、なんだっけ、 S2 段階下がってるけど、まあ、一応ね、軽技発動してるんで、そんなにも悪くない気がするけど、あ、これどうしよっかな。インファイト。インファイトで落としきれ、エースなら落としきれそうで、ちょっと一応ダメけますか。落としきれるんだったらインファでいいんだけど、落ちないんだったら当然ヘイタルクロー打った方がいいんでね。上振れ込みで。オッケー、とっからから落ちそうだな。H 振りぐらいまでなら落ちそうだから、ここはインファイト打っちゃいましょう。さあ、オッケー、上取れてる、ナイス。さあ、インファイトで、ウーラオス突破、偉すぎ。いいね、これはマジでオーニューラ強すぎ。よし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 。グラスシード、グラスシードオーニューラの馬力めちゃくちゃ出てますね。素晴らしい。さあ、ウーラオスも突破。いや、軽技がめちゃくちゃ偉いな。さあ、相手のラストは鉄のカイナ。あ、基本勝ってそうだけどな。ここは一旦、ヘイタルからでいいかな。自信は半減だし、インファイト打つとちょっとやられそうだから、ここフェイタルで。相手はテラスを切ってくる。まあ、でも鋼テラスは切れないはずだから、なんだろうな。地面とか毒テラス、おお、面白い。あ、まあ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 、全然いいや、全然いいや。珍しいね。さあ、ここはフェイタルクロー。確かに量半減だしね。なんか引けーかない。剣舞。それはちょっと困るが。え、剣舞か。お盆かな。お盆か。お盆ならいいんだけど、隠密マントだとちょっとやばいな。だってここ、いや、オーガポンにテラス切るルートでよくて、グラスフィールドがあと3ターンか。いや、オーガポンにもテラスは、テラスっていうかグラスフィールドいらないから、ここまあフェイタル連打でいいかな。うい。削っていきましょう。いかない。ボンチー半分入る。あ、ゴッテラ切ってもいいな、正直。ゴッテラシャドウクロー打っちゃうか？そっちの方がアドバンテージ取れそうだよな。いや、でもな、オーガポン、うん、微妙だな。回復されない方がいいか。ゴッテラシャドクロシャドクロで落とされて、で、10万馬力プラスオーガポンの攻撃で倒した方が良さそうだな。ここゴッテラシャドクロでいきましょう。じゃ最初からこっちの方が良かったかな。まあ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 。ドンチが思ったより回復した。さあ、ここはゴーストテラス。まあ、ここ一定数ね。一定数打ってこない可能性はあるんだけどね、ドンチを。さあ、ここはシャドウクロウで削りを入れていきましょう。隠密マントの時にちょっとまずいんで、こっちの動きの方がいい気がする。あ、強っ。あ、急所偉ら。
あ、紙パンね、偉いですね。突破されますが、さすがにここまで削れれば10万馬力圏内だと思うんで、ゴリランダーの。あ、仮にゴリランダーの10万馬力で倒せなかったとしても、さすがにオーガポンのスタコン圏内にまでは入ってくれるはず。さあ、ここはゴリランダー出していきましょう。もうあんまりなんだっけ、グラススライダー打つことがないんで、グラスヒールドは関係ないから、この動きでいいはず。あー、ちょっとこれ上取られてるとだるいかも。10万馬力、さすがに耐えるだろ、ゴリランダーなら。相手はドンチー。さすがに耐えてくれる、ナイス。まあ、10万馬力外し以外は大丈夫かな。ほい。OK、当てる。ほい。勝った。え、勝たかいな。あ、勝たすぎる、こいつ。えぐいな。あ、同速、まさかの。まさかの同速。同速勝ち、ナイス。さすがにオーガポンのスタコンで落としてたと思うから、まあ大丈夫だったと思うけど。いや、でも偉かったです。よしよしよし。危ない危ない。で、ここはオーガポンの、まあ、スタコンでおそらく勝ちでしょう。めちゃくちゃ硬かったな。HB とかなんかね。HB 研磨とかのやつか。やっぱカイナー HB 振るとめちゃくちゃ硬いよな。ここは、まあ、ツタコンでいいですね。さあ、ツタコン棒で、カイナ倒しきって勝ちと、ナイス。いや、よかった。先発ゴリランダでね、グラスヒール展開して、オーニューラで暴れまくって、ラストオーガフォンで締めていくと。いや、よかったよかった。はい、対戦ありがとうございました。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが、神、イーユイ、ガチグマ、タケル、ライコ、カイリュウ、ハッサムと、どうしますかね。これもゴリランダ、オーガポン、オーニューラ。もうこの3枚でいいんじゃないかな。めちゃくちゃ損がなさそうだけど、これで。そうだね、これでいっちゃおっか。うん、これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。イーユイの処理だけちょっとめんどくさいかも。あ、相手の先発、ハッサム。これめちゃくちゃゴリランダ書と読まれてそうじゃん。めちゃくちゃ読まれてそうじゃん。グラスフィールド発動して、まあ、このまま切ってもいいな、ぶっちゃけ。ここはとりあえず、あ、どうしようかな、10万馬力打つか。悩むね。相手トンボ帰りだよな、ここ。悩むな、トンボ。オーガポン出すの微妙だし、適当に10万馬力打ちますか。10万馬力。よしよし、いい削り。相手は叩き落とす。いい技。いい技か。いい技ではないか。まあ、普通に持ってるか。いい技、お持ちいいって言おうとしたけど。あんま考えてなかったかもしれない。え？食べ残し発散、珍しい。じゃあ、トンボ帰りでいいの。であれば、ダブルウィングが ないんだったら、オーニューラが結構、対発散も安定するはずなんで。まあ、オーガポンから入ってもいいけど、どっちでもいいな、正直。まあ、でも、オーニューラ出しちゃった方がいいか。そうだね、オーガポンは別にグラスフィールドなくても、まあ、最悪やっていけるから、ここオーニューラ出して、まあ、いい感じに荒らして、でいい気がする。さあ、ここはグラスシード発動。さあ、相手は。ダブルウィングあるんかい。食べ残しでマジかよ。やばいかも、これ。味？それで所定打たないのもすごいな。まあ、いいか、オーガポンで研磨すればまくれるか言うて。まあ、そっちのルート取るしかないな。まあ、ここはインファイトでよくて。バレパム、会えないよな。そうだよね。まあ、これはしょうがないな、なんか。食べ残し回復入る。ちょ、強すぎる、強すぎる、マジで。いや、どうしよっかな。じゃあ、ここはオーガポン出していきましょう。いや、ゴリランダータイム、バレパン、あ、ダブルウィングから入んないから、あんまり畑考えなかったな。じゃあ、ここ、どうしようかな。研磨、まあ、素直に伝え込んでいいか。相手は引っ込める。引き裂きあったっけ？あんま引き裂きないイメージなんだけど、いいよ、いいか。なるほど。いいよ、いいか。ツタコンプラス、テラスグラスらで落ちるかどうかだな。あ、落ちそう。あ、急所偉。急所偉いけど、急所でこれだと落ちなそうだな。まあ、テラス切りますか？グラスら 1.3 の、1.5 の 1.3 だから、いや、ツタコン急所偉入んないからダメだな。研磨やつか。相手は当然悪の波動。強い。OK、研磨いい。これでグラススライダーで EU 落とせて、テラスまで切るかどうかだな。微妙だよな。テラス切るとライコがちょっときついんだけど、テラス切らなくても落とせるだろ、多分。グラススライダー。ほい。よー。オッケー。これは偉すぎ。先制技のリーチがバカ長い。オッケーオッケー。ここはさらにグラスフィールドの回復が入る。さあ、相手のラストはガチグマ。まあ、テラスツタコンボで落とせなかった。たらでいいと、負けでいいと思うんだよな。それは落ちるだろう。ちょっと頼む、世界を変えてくれオーガポン。さあ、ここは炎テラス切ってガチ破壊してもらいましょう。どうでしょうか。研磨、炎テラス、面影宿しツタコンボと
じゃ頼む。破壊しろ。オーガポン。相手もテラスを切ってくる。多分毒テラスだと思うんだよな。水テラスは切れないから。あ、まあ、フェアリーも、まあ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 。そうだね。毒とかフェアリーとかだよね。あくびっぽいから。いや、これ勝てるんじゃないかな。押し切れ。はい。ツタコンボを。うわー、いけー。はい。ちょっと、ワンチャン有効かも。あっ。ちょ、ダメ系回しときますね。一旦ね。一旦ダメ系回させていただく。いや、有効じゃなさそうだな。うん、全然有効じゃないな。うん、全然有効じゃないね。つか、プラス3ツタコンボエグ。なんか全て破壊できるじゃん、これ。やばすぎる。なんか HB ガチグマでも格一なんだけど、ほぼ。OK、はい、対戦ありがとうございました。オーガポン最強すぎ。チャンネル登録、高評価、よろしく。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが、カイリュウ、カミ、パオジアン、ウーラオス、ハッサム、ガチグマと、さあどうしますかね。まあ、ゴリランダーからでいいんじゃないかな。ゴリラ、オーガポン、オーニューラ。この3枚で基本的に良さそう。そうだね、別に勝てない相手もいないし、これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発、パオジアン。オッケーオッケー。これはまあ、じゃあグラススライダーで、まあ、タスキだけ削って、オーニューラ出していくみたいな形でいいんじゃないかな。そうだね。グラスメイカー。ああ。ここは、そうだね、グラスラで。まあ、さすがにつらら落としでしょ、相手。ふい。お、強っ。こんな入るんだ。こんな入るんだ。突破されますが、十分すぎる。で、まあ、オーニューラ出して、まあ、フェイタルで落として、で、いいんじゃないかな。オーニューラで。パオジアにテラス切られるのだけめんどくさいんだけどね。ゴッテラだけ、ゴッテラサイコファングだけちょっとやばいけど。さすがにね、さすがにテラス切らない気もするから、相手。ここはまあ、フェイタルで。まあ、テラス切ってくれたら、まあ、オーガポン全抜きルート取れると思うから。それはそれでオッケー。あー、テラス切ってきたー。まあ、一応、ゴッテラ切ってきたらね、フェイタルクローでなんか引ける可能性も一定数あるんで、これは全然いいと思う。ゴーストテラス。まあ、そのためにフェイタル打ってるんでね。テラスキラー、まあ、シャドウクローはもう絶対ありえないから。ここフェイタルは中間卓としていいと思う。ふい。はい。はい。あ、オッケーオッケーオッケー。まあ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 、まあ、これでオーガポンが削られなくなった。まひれ。あ、つららならいいや。あ、つららなら嬉しいな。つららならむしろ嬉しいかもしれない、これ。ここはまあ、フェイタル圏内だからフェイタルでいいな。シャドウクロー見せる必要はない。はい、来たー。でかすぎー。フェイタルクロー最強ゲーミング。うい。まあまあ、これはね、一応ちゃんとインハイと打たずにヘイタルクルー打ったのが良かったですね。よし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 。さあ、パオジアン突破。テラスも吐かせたのナイスすぎ。さあ、裏から来るのは羽ばたく神。神か。どうしようかな。まあ、フェイタル打っちゃっていいかな。エナジー E。はいはいはい。あ、まあ、ゴッテラシャドウクローで落としてもいいけどな。落とせる。HB の時落とせるかどうかか。まあ、神は絶対抜いてるから、ゴッテラシャドウクローでも正直いいな。裏、テラス、オーガポンに残さないと勝てない相手もそんなにいないように思うし、ここはゴーストテラスシャドウクロー打っちゃいましょう。さあ、ここはテラス切って。まあ、一応ね、あれ SG 数値155なんで、最速エナジー積みまでは抜けるから、この動き結構成立してるはず。どうでしょうか。ゴーストテラス。さあ、上は取っていて。ほい。オッケーオッケーオッケー。CS かな多分。ここはしっかりと羽ばたく神落としきっていく。ナイスすぎー。さあ、相手のラストはカイリュウ。なるほど。あ、カイリュウだったら、まあ普通にオガポンのジャレツクで倒しきれるんじゃないかな。ここは一旦フェイタルクローで。まあ安定ですね。新速も入んないし、自信半減っていう。オッケーオッケー。はい、対戦ありがとうございました。オーニューラ最強ゲーミング。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、この構築の強さを見せることができたんじゃないかなと思います。本当に強かった。まあ、やっぱり、ね、この構築の強さなんですけど、オーガポンはこのね、剣舞プラスグラススライダーのリーチの長さ。で、オーニューラーはね、この剣舞プラスグラスシード、プラスね、この軽技によって上から効果力で殴っていける点。で、かつね、このグラスシードで B 方面はね、耐久を補強していけるということで、本当にね、強力な並びだったんじゃないかなと思います。で、あとね、この戦っていく中で、このオーニューラーのね、ゴーストテラス、プラスね、グラスフィールドが結構相性いいなと思っていて、まあ、玄関からね、また数を増やしてきているね、このノーマルテラス新速回流に対して、このノーマル打点と地面打点、まあ、どちらもね、この半減以下で受けていけるのはね、非常に強力だなと感じました。いや、本当にね、この並び非常にね、強力だったので、ぜひね、使ってみていただけたらなということで、本日のネタのパーティーがこちらになります。
まあ、なんか詳しいことはね、概要欄に元の構築記事の方載せておきますので、ぜひねそちらの方もチェックしてみていただけたらなと思います。まあ、なんか基本的にはね、このゴリランダー、オーニューラ、オーガポン、まあ、この3枚でね戦っていく構築になっています。まあ、結構ねこのね基本性質もカチッと決まっていてね、結構扱いやすい構築になっていると思うので、ぜひねチャンネル登録、高評価、下振りたくさん使ってみていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメント、またね概要欄から Twitter のフォローぜひよろしくお願いいたします。またね、昨シーズン最終3桁以上達成した方の中で動画で構築を紹介してもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひね Twitter の DM もしくは YouTube のコメント欄にて構築記事の方を送ってきていただけたらなと思います。またね、終盤のランクマッチですとか公開収録の方、メンバーシップ限定でやっておりますので、ぜひねメンバーの方も登録していただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。